皇女の肖像、ルーブル美術館ピサネロは15世紀に活動したイタリアの画家。国際ゴシック様式を代表する画家の一人であり、記念メダルの作家としても知られる。日本語ではピサネロとも表記する。本名をアントニオ・ディプッチョ・ピサーノ、またはアントニオ・ディプチョダチェレートという。ビットーレ・ピサーノとも言うが、これは画家、彫刻家。 建築家列伝の著者であるジョルジョ・バザーリによる古伝である。ピサネロは大規模なフレスコ、優雅な肖像画、小型の遺体など様々な作品を手掛け、多くの優れた素描も残している。彼はまた15世紀前半における肖像入り記念メダルの最も重要な作家である。彼は、ベネツィアの総督、バチカンの教皇、ベローナ、フェラーラ、マントバ、ミラノ、 リミニの各宮廷、ナポリオーなどのために仕事をし、マントバのゴンザーガ家やフェラーラのエステ家で徴用された。彼は生前から同時代の詩人や人文主義者たちによって称賛されていた。彼らはピサネロをチマブーエや、フェーディアス、プラクシテレスになぞらえた。 彼の作品はかつてその多くが他の画家の作と考えられていた。今日、彼の新作の多くは失われているが、素描と記念メダルに関してはかなりの量が現存している。ピサネロの生涯は今日なお謎に包まれた部分がある。青年については1380年から1395年までの間。 没年は1450年から1455年までの間としか分かっていない。彼はピサで生まれたが、少年期をベローナ領内の三美尻をするラーゴで過ごした。彼の初期の画風はベローナ派の伝統のうちにあり、ベローナの画家に指示したものと思われる。 1415年から1420年まで彼は、ベネツィアとローマにおいて、当時の著名な画家ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノの助手として、働いた。ピサネロは、詩、ジェンティーレから宣伝され、細部表現に優れたデリケートな画風を学んだ。彼はまた詩の高級品や美麗な織物などへの、関心も受け継いだ。このことは、後年の彼の作品に反映されている。 彼ら指定が共に制作したベネツィアのデカーレ宮殿のフレスコ画は失われてしまった。サンジョバン・ニーン・ラテラの大聖堂やマントバとパビアの宮殿のフレスコも同様に失われている。現存する作品、ウズラの聖母には、 ラテン語風にアントニウス・ピサヌスと署名されており、1420年頃の作とされている。作風は、ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノとステファノ・ダ・ベローナの作風を混合したもので、このことからピサネロはステファノ・ダ・ベローナにも支持したことが伺える。バザーリは、ピサネロがアンドレア・デル・カスターニョの作者の工房でも働いたことがあると述べている。また、 パオロ・ウッチェロとも知り合いだったとし、ピサネロが馬の素描を好んだのは、ウッチェロの影響だという。しかし、ピサネロの生涯には不明の部分が多いため、これら、バザーリの記述の信憑性には疑問があり、単なる伝承に過ぎない可能性がある。聖エウスタキウスの原始、ナショナルギャラリーイゲオルギウスと王女1422年、彼はゴンザー崖の統治するマントバへをもむいた。 当時の当主は幼少のルドビコ・ゴンザーガであった。ピサネロは1440年代までゴンザーガ家のために仕事をしている。ピサネロは1424年、再びベローナに滞在した。研究者の指摘によれば、この同じ年、ピサネロはパビアにて狩猟、釣り、馬上やり試合の場面のフレスコを描いたとされている。これらはミラノ港。 フィリッポ・マリー・アビス・コンティの注文によるものだが、今日では、跡形もなく消失している。1424年から1426年の間、彼は再び、マントバのゴンザー崖に戻り、現存する代表作の一つであるフレスコの受体告知を描いた。この作品は、同聖堂にある、何にり、バルトロの作になる。 ニッコロディブレンゾーニのモニュメントの髪型を称合するために描かれた。シジェンティーレダ・ファブリアーノは1427年8月から10月の間にローマで死去したが、その時、サンジョバン・ニン・ラテラの大聖堂のフレスコの仕事は未完成だった。 ピサネロはこれらのフレスコを1431年から1432年にかけて完成させた。これらのフレスコは17世紀にフランチェスコ・ボッドミーニが大聖堂を修復した際に失われた。ベルリン美術館のハンガ画素描コレクションにはボッドミーニがこれらのフレスコを写した淡い色のスケッチが残されている。ピサネロはローマにいる間、ルネサンスの古典的様式に ますます影響されるようになった。画家として、名をなしたピサネロは、他のイタリアの都市にも旅し、多くの宮廷に紹介された。フィレンツェにもしばらくの間滞在したようで、この時期に、ルクセンブルクのシギスムントの肖像、男の肖像の二つの現存する重要な肖像画を描いた。 1433年から1438年には、再びベローナに滞在。この時期のフレスコ作品として、聖アギオルギウスと王女がある。この作品は19世紀末に、壁の雨漏りによって大幅に損傷を受けており、修復が必要である。ピサネロはこの作品を構想するために、多くの素描を残したが、それらの多くは、ルーブル美術館に収蔵されている。 この頃の作品である聖エウスタキウスの原子は、その完璧な技巧のためならく、アルブレヒト・デューラーの作とされていた。この遺体は動物を真横向きあるいは固定したポーズで、ミニアチュールのような繊細さで表している。この小さな絵の主題である聖人の原子は、高貴な動物たちと、あらゆる生物の中で最も高貴な存在から、 狩猟する、旧帝人マイナスを描くための口実であると思われる。チェチリア・ゴンザーガのメダル取りのスケッチ彼の素描は15世紀においては宝石のように高値で取引され、この時代のエレガントな服装の指標であった。同時代の他の画家の場合と異なり、 彼の素描は完成画のための修作ではなく、それ自体一つの芸術作品であった。彼は素描集をいくつか編集した。それらは優雅な衣装や自然主義的技法で詩的に描かれた動植物などを細部にわたり正確に描写したものであった。1435年以降、ピソネロは肖像とメダル制作にますます関心を持つようになった。彼は、 フェラーラコ・レオネド・デステに引き合わされた。皇女の肖像皇女の肖像は、この時期の作品である。王妃は、多くの蝶とコロンバインを背景に横顔を見せている。彼女の周囲に羽ばたく蝶は、死の象徴とみなされている。 モデルが誰であるかは特定されておらず、マルゲリータ・ゴンサーガ、デステ、ジネブラ・デステ、または、チェチリア・ゴンザーガと言われている。1438年、東ローマ帝国皇帝ヨハネス8世、パレオロゴスは、フィレンツェ公会議に参加した。この機会に、ピサネロは皇帝を記念するメダルを制作した。また皇帝と従者たちの肖像の素描をいくつか、制作した。 このことは、ピサネロが、エステや邸宅のためのフレスコ解体の制作依頼を受けていたことを示唆する。このように、ピサネロは記念メダル、美術メダルの創始者となり、生前にはむしろメダル作家として最もよく知られていた。 彼のメダルは後の世代によりしばしば模倣されており、ピサネロの様式から離れるとともに、メダル芸術も衰退に向かった。ピサネロ以前には、メダルは通常の貨幣と同じように鋳造されていた。これに対し、ピサネロはブロンズの浮き彫り像のようにメダルを鋳造し、画家と鋳型製造者の仕事ぶりが、くっきりと浮かび上がるようにした。彼はさらに自分の手がけたメダルに、 オーパスピサにピクトリーズというサインを入れた。彼の見解ではメダルの肖像と絵画の肖像は同価値だったのである。彼はまたメダルの裏面に空意の画像を入れた。例えばチェチリア・ゴンザーガのメダルには一角獣が表され、 公女の高貴な人格を示している。聖母子と聖アントニウス、聖ギョルギウス1438年、ミラノの統治者、フィリッポ・マリー・アビスコンティとベネツィア共和国の間に戦役が発生した。当時ピサネロはマントバのジャン・フランチェスコ・ゴンザーガの元にいた。彼らはベネツィア共和国の支配下にあったベローナ攻略を画策した。この結果、ベネツィア共和国政府は、 ピサネロを反逆者とみなし、重罪を宣告しようとしたが、ある有力な友人の取りなしで事なきを得た。彼は1440年から1441年にかけてミラノに滞在した後、1441年にフェラーラに戻り、そこでレオネロ・デステの肖像を制作した。聖母子と聖アントニウスと聖ゲオルギウスもおそらくこの時期の作である。 マントバのパラッツォ・ドゥ・カーレにある印象的なフレスコの牙戦闘図は1447年以後のものである1448年12月以降の晩年を彼はナポリで過ごした彼は アラゴン王の統治するナポリで著名人として偶され、詩人、ポルチェリオは彼を称える王道を作った。その後彼は5から6年生きたようだが、以後彼に関する記録は途絶えている。彼の現存する作品は主に、ベローナとマントバにある。ロンドンのナショナルギャラリーには2点の作品がある。素描の多くは、ミラノのアンブロジアーナ図書館とパリのルーブル美術館にある。 彼は同時代の画家たちに大きな影響を与えたが自分自身の画派を形成しなかった。彼の才能は短期間に発揮されたが人文主義的古典的なルネサンス文化の勃興とともに死後急速に忘れられていった。彼は国際ゴシック様式の最後のそして最も重要な画家とみなされているとともにルネサンス絵画の最初のリーダーの一人ともみなされている。 彼の様式は時代を先取りするもので、描く風景は間に迫り、彼の制作したメダルは時代を超えたものであった。しかし、傑作の一つとされる、イギョルギウスと王女は、彼の作品中、最も古風な画風を示すものである。ソビオとメダルを除いた、絵画作品の新作は10点ほどしか残っていない。ありがとうございます。